こんにちは、猫谷です。今日は、我が家のアイオニウムの7月の様子を、お見せしたいと思います。今日は7月の18日の日曜日ですね。で、私は九州に住んでるんですけど、九州は梅雨明けしました。なのでこれから大変辛い、夏がやってきます。皆さんと一緒に夏を乗り越えたいと思います。一緒に頑張りましょう。でアイオニウムなんですけど、私3種類しか持ってないんですけど、アイオニウムは冬型の多肉植物と言われてます。なので冬に成長期ですね。で夏は休眠っていうか、もう成長が緩慢になるっていうことですね。夏を頑張って、乗り越えてほしいなと思います。で黒胞子と、スターバーストとドドランタリスなんですけど、まずはですね、ちょっと心配なドドランタリスからお見せしたいと思います。すごい枯れ葉がいっぱいですね。大丈夫かしら。でですね、ちゃんとこの辺は生きてるのがあるのでですね、大丈夫だと信じたいんですけど、ドドランタリスは、リエルさんの3周年記念セットに入ってました。で届いたのが5月ゴールデンウィーク明けだったので、もうすぐ水につけて根っこ出して植えたんですけど、結構ですね、九州だし暑いので、もう届いた時にこう丸くなってましたね。冬の様子がどんなのかがちょっと私わかんないんですけど、多分もう眠ってるんだと思います。で頑張って根っこを、出してくれてると思います。で枯れ葉がすごいいっぱい出てるんですけど、ゆりかがですね、黒星すごい好きなんですよ。ちょっとですね、どうしようかな。枯れ葉がいっぱい出てるんですけど、この枯れ葉を、取るとこの丸いのがポロって取れるから、枯れ葉は取らない方がいいよっていうことだったことなので、でもこう落ちてるのは取ろうかな。でうちのですね、枯れ葉取り担当は次男が、ゆりか食べんとってね、枯れ葉取り担当はですね、次男がですね、枯れ葉取りすごい好きなんでいつもしてくれてます。なので次男にもこう気をつけてね、これはどうしたもんかなって感じですね。もう取れてるのは取るけど、無理やり取らない方がいいと思います。ドドランタリス、ちゃんと頑張って夏を乗り越えてほしいですね。はい、ドドランタリス。で黒胞子は、ゆりか食べんとってね。大丈夫かな。これはね、あれ、スターバーストは食べ、スターバーストですね。スターバースト高かったんですよ。ちょっとスターバースト、ちょっと一回切りますね。ビデオの録画を停止。はい、お待たせしました。ゆりかはですね、ちょっとケージに入ってもらいました。はい、でですね、なんだっけ、どこまで話したっけ。スターバーストですね。スターバーストは結構ですね、去年の夏前に買って1000円ちょっとしたんですよね。お高かったんですけど、夏全然VIP 置き場所に置いてたのでっていうのもあると思うんですけど、スターバーストって意外と強いかもしれないですね。サンバーストと、スターバーストとムーンバーストがあるのかな。で私はなぜかこう一番珍しいということらしい、スターバーストの方が出会ったので、ちょっとお高かったんですけど買いました。でこれがですね、3つこう葉っぱの塊があったんですけど、なのでですね、1個も保険株を作ったんですね、去年の秋かな。でそれも元気ですね。スターバースト、スターバーストは、符が入ってるのかな。で符の入り方でなんかある、ムーンバースト、サンバーストって名前があるらしいですね。で、赤くなって、いいと思います。スターバースト割と強いと思います。でももう油断せずに、ちょっとさっきゆりかが食べてたところを見てみようかな。大丈夫かな。これが最初買ったスターバーストで、3つこう塊があったんですけど、1個切ったけど、切ってその後、その切ったとこからも小株みたいな出てないし、でも買った時よりだいぶ大きくなってますね。スターバースト、はい、スターバーストですね。でスターバースト別に枯れ葉も出ないし、なんか丈夫な気がしますね。はい、そして最後に黒胞子ですね。一番ポピュラーだと思うんですけど、黒胞子は枯れ葉がじゃんじゃん出てますね。下の方が枯れ葉がもう落ちて、でもまだ大丈夫ですね。枯れ葉がどんどん出てると思います。大きい黒胞子があったので、今年の春に切って刺したのがこっちの3つですね。3つあります。一番立派なのがこれかな。軽いですね。ちょっとお水あげようかな今日。
これから、お話し、去年ですね、黒胞子、去年は黒胞子とスターバーストしか持ってなかったのかな。でアイオニウムは夏は休眠するしと思ってお水を切り切りほとんど切り気味、あ、そしてこの黒胞子がちょっと問題の黒胞子ですね。はい、水をあんまりあげなかったんで葉っぱがもうほぼ全部落ちたんですよね。なので今年はあなんかすごいぐにゃってなってるこの黒胞子ですね、ぐにゃってなってますね。大丈夫かな、ちょっとお水あげよう、今日お水あげようと思います。この黒胞子が去年、去年の夏前に買った黒胞子が支柱立てようかな、あのぐにゃってなってますね。ちょっとあの問題児というかかわいそうな、あのいろいろ逆境に耐えてきた黒胞子なんですけど、去年はこの黒胞子を買って、なんかグラグラしてますね。ちょっとギュッてしとこう。そして、水あげなかったので葉っぱが全部落ちちゃいましたね。で、秋になって植え替えの時にも葉っぱがないもんだから私にあの上下逆さまに植えられたっていう、そういう辛い過去もあります。でも頑張ってここまで復活したんですけど、すごいぐんぐん多分成長したからちょっとあれですね、茎が細くて、安定が悪いのかな。でもすごい葉っぱもっとわさわさあったんですけど、だいぶ落ちましたね。なんかやっぱ種類が違いますね。同じ黒胞子でもこっちの黒胞子はすごい茎が太くてしっかりしてるんですけど、でこっちの方が後から刺したから根っことかもなんていうかな、こっちの方も根っこがあったのにこっちなくてってことなんですか。あの後から刺したのになんかこっちの方が元気ですね。なんかすごいこの子は背が高くなっていきますねって感じです。葉っぱがだいぶ落ちちゃいました。でも今年は、なのでお水をですね、ちょっとギュッてしよう、あのお水をちゃんとあげて、あの夏越しをですね頑張ろうと思います。今7月の、ちょうど真ん中ぐらいですね。なのでこれから夏はまだまだこれからなんですけど、また、8月の様子とかも見せつつ皆さんと一緒にドキュッてしてます。ちょっと土も足そうかな、頑張ってね。あ、ちゃんとなった、まっすぐなりましたね。ちょっと土がね、あ、もうちょっとなんていう、やっぱ根っこが張ってないのかもしれないですね。ちょっと土足してもいいかな。よし、はい、こんな感じで、心配なのはこの子とこの子、この子とドドランタリスですね。ドドランタリスをちょっと最後にもう一回、どこ行ったかな、ドドランちゃんドドランタリスとこの黒胞子、あのまた秋にあのお会いできるように皆さんも一緒に応援してください。はい、では今日の動画は以上になりますけど、そう、このことをお話しようと思ったんですよ。雑談なんですけど、黒胞子ってなんかね、猫に、今さっきゆりが来てましたけど、あの猫に似てると思いませんか。なんか夏こう最近ですね、うちの猫すごい毛が抜けるんですよ。でもブラッシングとかしてあのすごい毛が抜けるんですけど、夏の暑さをこう葉っぱを落としてあの乗り切る、ね、猫も夏は毛が抜けて、ね、夏の毛に生え変わるっていうかですね。でまた冬になったらあの冬用の長い毛を出してわしゃわしゃ出して冬に備える。で、眠るドドランタリスが寝るとき丸くなりますよね。で猫も寝るとき丸くなって寝るんですよね、アンモナイトとか言って。で寝るときに丸くなる。でこう冬型なんだけど冬の寒さには弱い。でなんかアイオニウムってなんか猫に似てるなってふと思ったので、それを今日お話ししようと思って、はい、それだけなんですけど、はい、ということで、皆さんも椅子と一緒に夏を乗り越えてまた秋に、お見せできるように頑張りたいと思います。はい、では今日の動画は以上になります。皆さん最後までご視聴していただきありがとうございます。皆さんの今日が愉快な一日でありますように。バイバイ。ビデオの録画を停止。